私自身あまり女性ということは意識しておりません。ですので、護衛隊司令として与えられた職責を全うしていくこと、これに集中していきたいと考えております。说起话来铿锵有力，他是现年44岁的海军上校东良子，他将担任第一护卫队的司令官。日本在推动女性劳动力政策，让女性官兵人数增加。自卫队当中，现在只有6%的军官是女性，将来渴望提升到9%。